先ほど、子供たち と話したマタイによる福音書5章の4節をもう一度読ませていただきます。マタイによる福音書5章の4節、マタイによる福音書5章の4節にはこう書かれています。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。ちょっとだけ言い換えると、悲しむ人たちは幸いなのはなぜかというと、慰めてもらえるから。簡単に言ってしまうと、私の言葉ですけども、むしろ泣き虫がいいと、まあ、イエス様は言ってるんじゃないかと私は思うんですよね。イエス様は悲しんでる人たちは幸いであると言われています。この、言葉を口にした時、イエス様はいろんな意味で、幸いなんだって言ってたと思うんですよね。まず、今日の、このセクションのタイトルでもありますけども、神様からの悲しみを持つ人は幸いである。心から罪に対して悲しむこと、そういった人たちは幸いである。神様の御心に沿った悲しみ、神様から来る悲しみ、皆さんでコリント人への手紙、コリント人への第二の手紙7章をちょっと開いて、そこに何て書いてあるかちょっと見てみたいと思いますけども、コリント人への手紙、第一の手紙、あ、第一じゃない、第二の手紙ですね、7章の10節です。7章の10節、2コリント7の10、はい、コリント人への第二の手紙7章の10節、皆さんよろしいですか、お読みします。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の苦しみは死に満たされ、死を来たらせると書いてあります。聖書にはですね、2つの種類の悲しみがあると書かれています。一つは救いに至る神様からの悲しみ、もう一つは死に至る世の中の悲しみと書いてあります。この2つの悲しみについて最も良い聖書からの例をちょっと話したいと思いますけども、ペテロが持った悲しみとユダが持った悲しみの対比です。はい、ゲッセマネの園に人々がイエス様を捕まえに来ました。想像してみてください。暗いところにイエス様を、捕まえに来ました。少し前、ペテロはイエス様のことを絶対に裏切らない、死んでも裏切らないと発言しました。ですが群衆がイエス様を捕まえに来た時、弟子たちはみんな逃げてしまいました。その弟子の中にペテロも含まれていました。しかしペテロが逃げているうちに立ち止まってしまいました。考え始めてしまいました。イエス様から離れるのが辛くなってしまいました。ペテロはこれから何が起こるか知りたかったので、大祭司のカヤパのところへ密かに行きました。そしてみんなが囲んでいた中庭の木の周りに混ざりました。彼はイエス様が押し回されているところを見てしまいました。彼はイエス様が唾をかけられるのを見てしまいました。彼はイエス様が叩かれるのを、繰り返して叩かれるのを見てしまいました。そして彼はイエス様が顔に殴られて、いや、出てみろとバカにされているところも見てしまいました。彼はイエス様を見て心が張り裂けそうになりました。すると誰かが彼に言いました。あなたはイエス様の弟子ではないか。ペテロはすぐにそのことを打ち消しました。でも周りの人たちは、いや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 、やっぱり確かにあなたはイエス様の弟子だ。ペテロはすぐに再び打ち消しました。でも3度目言われてしまうと、ペテロはさすがに、そんな人知らないと激しく叱りながら言ってしまいました。鶏が鳴くのを聞いたのはその時でした。そしてペテロとイエス様が目を合わせてしまいました。イエス様の表情は怒ってはいませんでした。恨んでもいませんでした。イエス様の顔はペテロの失望と哀れみの表情に
溢れていました。ペテロはイエス様から目をそらすことはできませんでした。イエス様を見ているうちに洪水のように思い出が襲いかかりました。彼はイエス様に私についてきなさいと一番最初に言われたことを思い出しました。イエス様が神殿で商売のテーブルをひっくり返したところも思い出してしまいました。イエス様に何度も助けられたことも思い出してきました。ペトロが水の上に歩こうとして沈んでいるところを助けてもらったところも思い出しました。イエス様にサタンに囚われないように祈ってもらったことも思い出しました。ちょっと前に私は絶対に裏切らない、死んでも裏切らないと言ったことも思い出してしまいました。ペテロはこれ以上我慢できなくなりました。彼がイエス様に一番大きい傷を負わせてしまったことに気づきました。そして彼はエルサレムの町から出てゲッセマネに戻ってしまいました。その場所はイエス様が血の汗を出しながら祈ったところでした。そこでペテロはもう私はもう死んでもいいという気持ちになってしまいました。そして祈りしました。祈りました。本当に申し訳ないと思っていたからです。イエス様を悲しめさせてしまった、そういった気持ちの中からお祈りをしました。その夜ペテロの心は作り変えられました。その夜申し訳ないと思っていた人がもう一人いました。この人の名前はユダでした。彼も申し訳ないと思っていましたし、死にたいという気持ちもありました。ですけども彼の場合本当に死んでしまいました。自分の命を取って自殺して死んでいきました。マタイによる福音書には神様からの悲しみを持つ人は幸いであると書かれています。ヨハネによる福音書21章を読んでみるとペトロはイエス様によって慰められたと書かれています。どうやって慰められたのかというと、イエス様を3回知らないと言ったペテロに対してイエス様は3回許してくれました。それに対してユダは慰められるどころか自殺によって自分の運命を選んでしまいました。子供頃私はいつもいたずらしたり悪いことばかりしていつも本当に叱られていました。私のお父さんはいろんな方法で私をしつけようとしました。部屋の角に立たされたり、それまだやってますかこの時代っていうか、部屋の角っこのところにこう顔を入れてずっと立ってないといけないんですよね。自分がやったことを考えなさいって言われて、それとか、お尻をペンペンされたり、私のお父さんは牧師なんで説教されたり、1時間くらいの説教されたり、無理やり謝らせられたりされたんですよね。ですけども、どれもよくうまくいきませんでした。なぜなら私は親にバレたことがまずかったと思っていました。だから自分が悪いことをしてしまったとは全然思っていなかった。申し訳ないとは全然思っていなかった。だから何度叱られても次はもっと気をつけてバレないように頑張ろうと、そういった変な頑張りだったんですけども、同じことを何度も繰り返してたんですよね。で、繰り返すことに何度も叱られていました。ある日私はついにとても悪いことをして、私のお父さんが迎えに来ないといけないという、そういった状況にいました。そこで、私は、また今度はどうやったらバレないんだろうか、どうやったら捕まらないんだろうか、全然申し訳ないとは思ってはおりませんでした。バレないようにどうすればいいのか。で、迎えに来たら、お父さん運転の、家に帰る間、私は
ああ悪いことしたなっていう気持ちじゃなくて、ああ結構怒ってるな、どういった罰を受けるんだろうなと思いながら、今度バレないのにどうすればいいかなと、まあ、思ってたんですよね。ところが家に着いて父の顔を見ると、お父さんの顔は全然怒っていませんでした。私が見たお父さんの顔は全く予想できなかった顔でした。一度も見たことない顔でした。失望の顔でした。本当に悲しい表情でした。私は父に悲しい思いをさせてしまった。その時私は耐えられなくなって涙が止まらなくなりました。私の心もとても悲しくなり、初めて自分は申し訳ないことをしてしまったんだ、私はもう変わらないといけないんだ、そういった気持ちが出るほど、そういった悲しみを持ちました。そしてその日から一度も同じ、その同じような悪いことはしませんでした。その日私は父親と一緒に祈って、神様と親からの許しを求めました。お祈りが終わったら、私は父に抱きしめながら許しを、もらいました。そういった経験を私は小さい頃にしました。イエス様はヨハネによる福音書12章32節で言われました。ヨハネによる福音書12章32節、イエス様はヨハネによる福音書12章32節で言われました。こう書かれています。そして私がこの地から挙げられる時には、その人を私のところに引き寄せるであろう。もう一度読みます。そして私がこの地から挙げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。私がお父さんの顔を見た時、そのように私たちがイエス様に目を向ける時、十字架に目を向ける時、イエス様の顔を見る時、神様は私たちの罪を明らかにしてくださいます。キリストの方へ近づいていけることを教えてくれます。キリストが私たちを罪という束縛から救ってくれます。神様からの悲しみを持つ人は十字架のもとに来て、すべての重荷を預けることができます。神様は悲しむ人を励ましてくださいます。だからこそむしろ泣き虫でいる方がいいのです。あなたは自分の罪に対して悲しんだことはあるでしょうか。涙を流したことはあるでしょうか。あなたは十字架にかかっているイエス様の姿を見て、私は申し訳ないことをしてしまったんだ、申し訳ない人生を歩んでたんだ、神様を悲しませてたんだ、そうやって悲しんだことはあるでしょうか。昔はあったけど最近はないなと思ってますか。なければ本当の悔やみをください。神様からの悲しみをくださいと祈ってみてください。なぜなら泣き虫でいる方がいいからです。Thank you.
エス様が悲しんでいる人たちは幸いで言われ幸いであると言われた時、嘆きや不幸で悲しむ人たちのことも考えていました。そういった人たちは幸いであると言われました。しかし私たちが不幸や嘆きが訪れる時、幸せだなと思う人は多分あまりいないですよね。辛い時にああ幸せだな思う人はあまりないと思います。あまりないと思います。どっちかというと辛いな、ああ泣けるな、悲しいな、そういった感じだと思います。そして私たちはそのようなことから自然に避けようとします。しかし聖書に書かれていることを見てみますと、反対のことが書かれているんですよね。最初にですね、愛歌3章33節を見てみたいと思います。愛歌3章33節です。3章33節です。読んでみます。3章の33節、彼は心から人の子を苦しめ悩ますことをされないからである。もう一度読みます。彼は心から人の子を苦しめ悩ますことをされないからですである。神様は退屈だから私たちを苦しめるとか、面白いから苦しめるとか、そういったことは絶対にしません。神様が苦難を許すときは、それによって私たちが祝福されるから許されるのです。ヘブライ人への手紙12章10節を見てください。ヘブライ人への手紙12章の10節、ヘブライ人への手紙12章の10節、ヘブライ人への手紙12章10節を見てみますと、こういったことが書かれています。魂の父は私たちの益のため、益のため、その清さに預からせるためにそうされるのである。何のためですか？私たちの益のため、私たちの祝福のためって書かれてるんですよね。これを読むと、なぜヤコブ1章2節から3節に書かれていることが理解できます。そちらの方に行ってみましょう。ヤコブの1章2節から3節、次のページぐらいのところですね。ヤコブの手紙1章の2節から3節をお読みします。私の兄弟たちよ、あなた方がいろいろな試練にあった場合、それをむしろ非常に喜ばしいことと思いなさい。あなた方の知っている通り、信仰が試されることによって忍耐が生み出されるからである。非常に喜びなさいと書いてあります。神様が私たちの人生に、生活に不幸や嘆きを許すことがあるのは、私たちのためを思い祝福したいからと思っているからなんです。もし苦難を信仰で受け止めるなら、もし私たちが苦難を信仰を持って受け止めるなら、大変かもしれませんけども、それは私たちの祝福になるのです。私も今までの苦難や不幸や嘆きがなければ、今ここに立っていることはなかったと思います。私はイエス様のことも知ることができなかったかもしれません。私はここに立って生きていることもなかったかもしれません。苦難や不幸や嘆きがなかったら、たくさんの人たちがイエス様を知ることがなかったかと思います。苦しい出来事の中で実感した悲しみも、おかげでイエス様による励ましを求めることに
導かれるのです。マーク・フェンレイ先生という先生が有名な先生がいるんですけども、マーク・フェンレイ先生がある日受け取った手紙の話を聞きました。ある日30代の女性が昼食の支度をしていました。彼女は2人の子供がいました。1人は3歳で、もう1人は1歳でした。その日、真夏の中でしたので、彼女はドアの鍵をちゃんと閉めることを忘れていました。そのドアは裏庭につながっていて、その裏庭にはプールがありました。そこで3歳の子供がドアを開けてしまいました。そのドアを開けてしまったところに1歳の子供がよちよち歩きで行ってしまいました。そしてプールに落ちてしまいました。プールに落ちて溺れかけているところを助けようとして3歳の子供が飛び込みました。その日このお母さんは2人の子供を2人とも失ってしまいました。そういった状況で彼女はマーク・フェンレイ先生に手紙を送りました。手紙にはこう書かれていました。深い悲しみの後、私はどうにかはっきりとイエス様を見ることができるようになりました。イエス様のもとで時間を過ごし、その愛の中で安心して休ませていただくことができました。神様は私が想像する以上に私の悩み苦しむ心に愛を注いでくださいました。私は神様を愛していますから、神様に完全に委ねることと神様のことを全身で求めることと、そして心の底から神様のことを愛すことということがどういう意味か分かりました。私は神様が私の心に触れ慰めてくれるとき、どのように感じるかを理解しました。私はイエス様の胸に身を休めるとどのような気持ちになるかよく分かりました。この母親は2人の子供を亡くしてしまいました。この母親は非常に苦しい恐ろしい経験をしました。この母親はとても心の痛くなるような悲しみを体験しました。この母親は断腸の思いの中にいました。想像してみてください。あなたならどう感じていたでしょうか。世界一大切な2人を亡くしてしまったらどう感じていたでしょう。どのような反応をしていたでしょうか。私だったらこの母親みたいな反応はあったか。ちょっと不安ですね。この母親は今私はイエス様の胸に身を休めているようだという反応でした。今私は神様に抱きしめられているようだという反応でした。この悲しみのおかげでイエス様の慰めを知ることができました。そういった反応をこの母親は持っていました。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。それはこの母親のようにそういったものを経験した人たちを指しているのではないでしょうか。聖書の呼ぶ記5章を見てみましょう。聖書の呼ぶ記5章の17節から19節を見てみましょう。呼ぶ記5章の17節から19節。呼ぶ記5章の17節から19節を見てみますと、こう言っています。見よ、神に戒められる人は幸いだ。それゆえ全能者の懲らしめを軽んじてはならない。彼は傷つけまた包み、打ちまたその手を持って癒される。彼はあなたを
6つの悩みから救い、7つのうちでも災いはあなたに触れることがない。皆さん、詩篇34章18節、主は心の砕けたものに近く、魂の食い崩折れたものを救われる、こういうことです。だからイエス様はヨハネの黙示録3章19節にこういうのです。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめられたりする、だから熱心になって悔やまなさい。私たちを愛しているから。私の話に戻りますけども、私はいたずらや悪いことをしていつも叱られてましたよね。それは私の父親のどういう気持ちで叱られたと思いますか？親になったことある人は、私は親になったことないんでわからないですけども、親になったことある人はわかりますよね。実体験したことはありますよね。愛を持って叱るんですよね。子供を愛してるから叱る。神様も私たちを愛を持って叱ってくださる。私たちみんな悔やまれることが必要なのです。神様からの悔やまれが必要なのです。イエス様は悲しむ心を磨いてくださるのです。苦難は私たちにとって益となるのです。神様は信じる人たちには神様が必ず働いてくださるのです。勝利を得させてくださるのです。ヨハネの、福音書14章27節ヨハネの福音書14章27節ヨハネによる福音書14章の27節を読ませていただきます。14-27、こう書かれています。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。私の、フェイブリットって何ですか日本語で大好きな一番好きなのその一つに入る聖句なんですよね。心を騒がせるな、またおじけるな。イエス様は悲しむ人を励ましてくださるのです。だからむしろ泣き虫でいる方がいいのです。あなたはイエス様を見て悲しんでいますか？神様に磨かれていますか？その磨きを自分の人生に許していますか？Thank you.
ス様と共に世の人の悲しみに同情して悲しむ人のことを考えていました。その人たちは幸いである。つい最近私は新聞の記事を読みました。アメリカで起きたことですけども、アメリカのテキサス州のに住む62歳の女性について記事が書かれていました。この女性は心臓発作が、起きていると信じて病院に行きました。病院で検査してもらうと心臓発作ではなく、ちゃんと言えるかわからないですけども、タコツボ肩心筋症というものにかかっていたのです。タコツボ肩心筋症は心臓発作に似ている症状があり、例えば胸元が痛くなるような症状があります。何が原因かというと、ストレスや精神的に大変なことが起きると発生するらしいです。タコツボ肩心筋症もひどい場合は死に至ることがあるそうです。この女性はどうしてそれになってしまったかというと、飼っている大切な犬が死んでしまった、それによってタコツボ、肩心筋症が発生したそうです。簡単に言えば、悲しみのあまり心臓が裂けてしまったという、そういった記事がありました。もう一人その記事を読んでいると、もう一人のことを思い出したんですよね。もう一人は心臓が裂けそうになった方ですけども、この方はペットが死んだからではなく、世の中の人々の罪をご自分で背負われたからなんですよね。イエス様は心臓が破裂したことが直接な、死亡の理由だと言われています。ローマ兵が槍でイエス様の脇腹を刺したとき、血と水が流れて出てきました。それがどういう意味かというと、刺される前に心膜の破裂で死んでいたということだったそうです。私たちの完璧完全な模範であるイエス様は、一番辛い時に私の思いではなく御心がなるようにしてくださいと言われました。涙を流しながら、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているか分からずにいるのですとお祈りしてくださいました。最後の力を振り絞って、父よ、私の霊を見てに委ねますと言われました。人類をその罪深さから解放するために、イエス様は大きな心の痛みと悲しみを味わいました。信じない人たちのためにイエス様の心は重く悲しみで満ちていました。その心は私たちのために悲しみにあふれていました。しかしイエス様は悲しみの先にある喜びを望んでいました。ここでヘブライ人への手紙12章の11節を読んでみましょう。ヘブライ人への手紙12章の2節です。よろしいでしょうか。ヘブライ人への手紙12章の2節にこう書かれています。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥をも厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。自分の前に置かれている喜びのゆえにと書かれています。キリストに従う人はみんな同じようなことを体験することができます。コリント人への手紙第2の手紙コリント人への第2の手紙1章の5節に書かれている通りです。コリント人への第2の手紙1章5節に書かれている通り、イエス様の愛によって全てが慰められ癒されるのです。よろしいですか。お読みします。それはキリストの苦難が私たちに満ち溢れているように、
私たちの受ける慰めもまたキリストによって満ち溢れているからである。その前の3節と4節もちょっと読んでみましょう。褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの父なる神、憐れみ深い深き父、慰めに満ちたる神。神はいかなる患難の中にいる時でも私たちを慰めてくださり、また私たち自身も神に慰めていただくのいただくこその慰めを持って、あらゆる患難の中にある人々を慰めることができるようにしてくださるしてくださるのである。皆さんはあなたの周りの人たちのために悲しんだことありますか？特にまだ神様を知らない人のためにお祈りをしながら涙を流しながら悲しんだことはありますか？神様は悲しんでるということがテモテ第一の、手紙2章4節に書かれています。神様が悲しんでいるということがテモテ第一の手紙2章4節に書かれています。神はすべての人が救われて真理を悟るに至るのことを望んでおられる。もう一度読みます。神はすべての人が救われて真理を悟るに至ることを望んでおられる。神様はあなたを救いたいのです。神様は私を救いたいのです。神様は私たちの隣人を救いたいのです。神様はあなたの家族を救いたいのです。すべての人を救いたいのです。皆さんは最近悲しんでいますか？イエス様は言いました。むしろ泣き虫がいい。では最後のお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日は悲しみについて学びました。ただの悲しみではなく神様から来る悲しみ、悔い改めの悲しみ、私たちの益になるような悲しみ、どうぞ神様からの悲しみを私たち一人一人にください。救いに至る悲しみをください。私たちの隣人や家族のためにお祈りしながら涙を流しながらお祈りできる悲しみをどうぞください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。Thank you.
願いします。天の父なる神様。